ドジャースのデイブ・ロバーツ監督が26日、日本時間27日、エンゼルスとのオープン戦の試合前にメディア対応。大谷翔平投手、29、に言及した。大谷は専属通訳を解雇された水原一平氏の違法賭博問題をめぐり、前日25日に声明を発表。結論から言うと、彼、水原氏、が僕の口座からお金を盗んで、みんなに嘘をついていたことになります。と自らの口で語り、僕自身は何かにかけたり、誰かに代わってスポーツイベントにかけたり、それをまた頼んだりということはないし、僕の口座からブックメーカーに対して誰かに送金を依頼したこともありません、ときっぱり否定した。相棒でもあった水原氏を、裏切りによって失った大谷について、指揮官は、実際には心配していない、とし、水原氏という、緩衝材、がなくなり、ここ数日、彼はチームメートとさらに関わり合っているのがわかる。試合中に直接、彼と話し合うことは良いことしかないと思う、と他選手と直にコミュニケーションを取ることが良い方向に向かっているとした。そして、一平がいなくても、彼はチームメートとうまくコミュニケーションを取ることができる。彼がどれだけ英語を知っているかに、みんな驚くと思う、と大谷の英語力に改めて太鼓判を押し、昨日は大事な日だったと思います。私たちはみんな、前進することを楽しみにしている、と続け、我々はあらゆるところから彼をサポートする、と最大限、バックアップすることを約束した。一方で、山本由伸については、由伸の場合は違う。彼はアメリカに来るのが初めて。彼には通訳の疲労、園田氏、がいる、とメジャー移籍1年目の右腕と大谷の違いを指摘。ですから、彼が必要とするものは何でも、私たちは実現できるように手助けしようとしている。野球面、身体能力面、生活面、そういったことは、彼のエージェントが担当している。まだ時間はかかりそうだが、彼は適応できている、と違うアプローチでサポートすると語った。